ナミさん、今回も動画ありがとうございます。ビットコインが消えてしまうかもしれないという可能性ね、それからビットコインは消えないだろうという可能性、まあいろんな論があると思います。私もね、ビットコインって未来永劫のものではないと思ってるんですよ。それは YouTube もそうだし、 Google って会社もそうだし、なくなる可能性はいつでもあるんですよね。で、その中でビットコインとかアルトコインについてなんですけども、これはね、やっぱりこういろんなメリットデメリットがありますけども、それをどのように私たち消費者が受け入れるかってことなのかもしれませんよね。確かに政府の後ろ盾はないし、不安定なもんだと思います。ボラティリティも上がったり下がったりなんでね、今は単なるリザを抜くために買ってる方が多く、まあほとんどでしょうね。値上がり益を狙って安い時に買っておく、そして値上がったら売る、で値上がったところで売るから多少値が下がる、でも全員が売るわけじゃないから価格はついたまんまになる。そこから以前の高値を想定して新しく買いを仕込む人がいる。そうすると値段が上がる。この繰り返しで上がっているんだと思います。そしてですね、このビットコインなんですけども、実際に送金にも使えるんですが、それはボラティリティっていうね、リスクもありますよね。私の速稼塾も海外の塾生さんからはビットコインなどで塾費用の支払いを OK にしてるんですけども、数年前に振り込んでいただいたビットコインというのが当然今では大きな値上がりをして、まあ、はっきり言って日本円に変換するとね、速稼塾の全体料金30万円を大きく上回ってるのが現状なんですよ。まあ、ですんで、あの現金で払った方が、まあ、それは良かったねって話になりますけども、でも現金をビットコインに変えてビットコインを送金したわけですから、まあその消費者さんとしてはね、塾生さんとしては別に損をしてるわけではないんですよね。ただ私が得をしたということになってますね。でもしくはビットコインが消滅すれば私はあの費用がいただけずに終わりということになってましたんで、まあそれはそれで私がビットコインは支払い手段、決済手段に十分なると判断したんで受け入れたんで、そういうことになりました。でね、これからビットコインがどうなるかっていうこともいろいろあるんですけども、じゃあものすごくねテーマを身近なものにしてみると、近所の駄菓子屋さんで100円分のお菓子を買ったらスタンプを1個押してあげるよっていうおばあちゃんがいるとするじゃないですか。でそのスタンプが10個貯まったら10円のお菓子あげるよみたいなね。でこれはもう疑似通貨なんですよ、スタンプってのは。でもその店でしか通用しませんし、国家の後ろ盾ではありません。そのお店が潰れたらそこで終わりですね。そう考えたら世の中にいろんなね、国家の後ろ盾はないけどもお金の代わりをしているものってのは割とあったんじゃないかなと思うんですよ。で今はね、それが全て QR コード決済とか PayPay とか Suica とかになっちゃって、あれは結局金融庁の後ろ盾、国の後ろ盾があるという形になってますんで、結局ねお金の流れは国家によって追われてますけども、あのやっぱ国が国民に対して支配力を持つのはなぜかっていうと金ですよね。お金を誰に渡すか、誰から取るかってことが国が決めれるから人民をコントロールできるんですよ。もう一人にそれだけです。以前は米とか塩とか砂糖だったんですけども、それが通貨ってものに変わったんで、食べ物の支配からお金の支配に変わっていったのかな、いわゆる支配の道具になってるんですよね。まあ、ですのでビットコインがどれだけこの世の中に反映されようとも、国家が自国通貨ってのを手放すわけがないですよね。まあ、正確に言うと国をコントロールしている通貨発行権のある個人っていうことになりますけどもね。まあだから陰謀論っていうのもあるし、陰謀論が陰謀で片付けられないところもあるのかなと思いますね。まあビットコインは私はね、人が使う限りはなくならないという当たり前のことかなと思います。ただ今の使われ方は単なる投機目的なんで、貨幣としての役割っていうのは少ないかなと思いますよね。いつかビットコインが本当に貨幣として使われだしたらそれはなくならないとも思いますけども、国家規模では使われないと思いますんで、ですんでね、だから少ないちっちゃい集団の中で、それこそ1000人グループの中でそういったビットコインとかは流通するのかもしれないですね。それほど商品決済手段として、例えばまあ最近なくなりましたけど、オタマートっていうね、オタクグッズを売っている通販の会社があったんですけども、その中ではビットコインを使って売買しましょうみたいに、それは可能だと思うんですよ。ビットコインじゃなくてもオタマートコインみたいなね、オタクコインみたいなの作って、その中で流通させて、やっていくとかね。でそこでは
新しい情報をリリースした人とかがそのコインがいただけて、で新しい商品を作った人がコインをいただけてみたいな関係にすると、全員がクリエイターであり全員が消費者であるっていう関係ができるのかなと思うんですよ。なんかそういうふうな小さいコミュニティっていうののために、ビットコインはじめアルトコインっていうのは活用されるかもしれないなと。ワールドワイドにはね、私はこれちょっとならないんじゃないかなと思いますよね、やっぱドルの覇権っていうのを手放さない人もいると思いますんでね、ね、ロスチャイルドですかね。いやいや、いろいろと考えてしまいますけども、ビットコイン自体が人民からお金を巻き上げるね、裏社会の作られた秘密兵器だったのかもしれないですよね。まあ想像はつきないんですけども、今日はこの辺りで。お疲れ様でした。